よろしいですかそれでは参りましょう作品名は壁コムですではお願いいたしますはいそれでは今から壁コム新しい壁を通じた新しい情報共有ツールの発表させていただきますこれは関西学院高等部数理科学部の小林中村前田そして私佐々木の4名で開発いたしました 数理科学部というのは高校の部活動でしてその一環としてチームとして開発したということになりますそれでは早速アプリの方を紹介させていただきますまず動機なんですけれども私はいつもこのようなさまざまなコミュニケーションアプリを利用して友達であったり家族であったりと日頃からさまざまな情報法を共有しています 雑談はもちろんですが、プロジェクトの相談であったり、試験範囲を教えてなどといった連絡の共有など、幅広い用途で使用しています。例えば画面左の LINE では、チャット形式で 1>, 1対1での会話やグループ会話ができ、真ん中の Facebook ですね、こちらでは個人が友達になっている多数に対して自分の動向を発信する、一番右、Slack なんですけれども、仕事のチーム内での会話などができまして、 これの特徴は複数のトークルームをチームで使い分けられるというところになるかと思いますこのように友人や家族間でさまざまな情報共有にこれらのツールは必要不可欠となっていますところでこれらのツールのほとんどは時系列のタイムラインを使用していますしかし使い方によっては少し使いにくいと思うことがありました 情報が流れていきますので大事な情報を見失ってしまったり一目で話した内容全部を理解することが難しいという欠点もありますそこで大事な内容をすぐに把握でき先ほどのスライドで述べましたようなタイムラインの弱点を埋められるような情報共有ツールが欲しいと考えました このような機能を持つアプリとして私たちはこちらの壁コムというアプリを開発しましたこのアプリではトークルームのことを壁というふうに呼んでいますこれは壁にいろいろな種類のカードを貼って情報を共有できるアプリですまたカードについてチャットで議論できるような機能もついていますこののアプリの出発点は 会話内容全体を一目で把握でき重要な情報をすぐに見つけられるそしてさらには会話をしながら議論した場合要点を整理でき議論の手助けになるようなタイムラインはどうしたら作れるかというものでしたが私たちが出した答えはタイムラインから脱却しアナログ的なボードにカードを貼っていくというシステムを作ることになりましたこちらは実際に画像のカードであったり文字情報のカードを貼り付け共有している様子です これは実際に壁にカードを追加している様子です,す。追加している情報様子が流れるはずなんですけれどもオリジナルの UI を採用しましてイラストをですね手書きでそこに書いてそれを思い通りの場所に貼り付けられるようになっております。 このようにして作成した壁は友達と共有することができますメールなどで URL を送れ,れば簡単に友人を招待できるようになっています具体的にはアプリの中にあります壁を共有するためのボタンを押しますと相手にメールが送られてその URL を開くだけでこのアプリの,の,その壁に参加できるようになっております壁を他の人に共有するだけではなくこのような機能もあります こちらの UI、えっと、オリジナルなので少し変わった UI かと思いますが、これを使いますと、カードを他の壁に追加することができます。どういうことかといいますと、このようにですね、1、えー、つの壁で使っていたカードを、もう片方の壁にも同じものを複製して、常に最新の状態がカード同士で同期されるというものです。 片方のカードで壁を編集した場合、一方でも同じように変更されるというふうになっています。また、カードに書いてある内容について意見を交換し、議論できるようにチャットボックスも用意しております。これは普通のチャットアプリのような使い方もできるんですけれども、大きく違うのは、カードごとにそれぞれチャットボックスが独立しているということです。これによって、トークの中にさまざまな話題が混ざらず、整理されると。 いうメリットがありますこちらのアプリ貼り付け方が自由自在になっているのでさまざまな活用が考えられます普通の使い方になりますがこちらは学校や仲間でいろいろな情報を共有するそして議論をしながらアイデアを整理こちらには例えば先ほど紹介しましたようなメッセージを共有するような機能が利用できるかなと思います また背景をカレンダーのような絵にしましてそれで予定表の共有ができたりまたはアルバムとして家族や祖父母とかと共有することができます特にアルバムの場合はですね先ほどお見せできなかったんですけれどもこのアプリ上でお絵かきをしてその絵を描いたものをそのまますぐに貼り付けられるという機能はオリジナリティを出せるのでとても有効かなと思います えー、壁コムはです、ね、情報を簡単に共有、えー、整理でき、えー、非常に見やすいというアナログの特徴と、えー、遠隔地と簡単に共有ができて柔軟な機能を盛り込めるというデジタルの良さを、えー、掛け合わせたというところがポイントになっています、えー、他の情報共有ツールとの違いを、えー、簡単にまとめますとこのようになります、えー、使用目的としては情報整理ができること 記念ボードやアルバムなど創作的な使い方ができるところに壁コムの強みがあるかなと思いますまた従来のアプリにもあるチャット機能によりそれの有効性を高めていますストック型のコミュニケーションとフロー型のコミュニケーションこれを掛け合わせたというふうな言い方もできるかなと思いますまたアナログに近い操作感を出すことによって利用者のターゲット小さい子どもから 高齢者までに広げることができたのではないかなと考えております。今後の開発では、アプリの安定性、安全性を向上しまして、インターフェースの使いやすさも向上させていきたいなと思っております。コルクボードでの記念ボードを作る人であったり、SNS、トークアプリをよく利用する人たちからの意見も参考にして、さらに良いものにしていきたいと考えています。また、チュートリアルの整備などをして、え、ー あらゆるユーザーに簡単に使っていただけるようなものにしていきたいなと思っております。また配布方法なんですけれども、先ほど iPad のアプリを紹介しましたが、今後、例えば AppleTV 等でも使えるようにできたらなと思っておりまして、例えば AppleTV ですと大画面で表示できますので、例えばブレインストーミングに使用したりだとか、共有スペースの情報版などにも利用できます。まとめになります。 壁コムはアナログの良さとデジタルの良さを掛け合わせて友達同士あるいは家族といったごく小規模なグループでの自由な情報交換を促進します友達同士であれば連絡や予定表を共有するときに作りやすく見やすい情報共有基盤として使えると思いますまた議論などでもこのアプリを使うことでアイディアが整理されるかと思います 今後使う人のことを最優先に考えた設計を目指しさらに改良を進めていきたいと考えていますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたそれでは質疑応答の時間に移りたいと思います質問のある方は挙手をお願いいたします いらっしゃいませんか。はい、あと面白い発表ありがとうございました。えっと、で気になった点を質問させてください。えっと。こういう。同じ。ものに対して。 複数の人がたくさんアクセスして編集したりする感じですよねそういう時って、えー、となんか同時になんか重なってる場所に置いちゃったとかいう時とかってあると思うんですけどそういうところでなんか同時にアクセスした時に、えー、と工夫そういうところで工夫したとかあったらそれいうと難しそうだなと思ったんであったら教えてください。 同時にアクセスに関しましてはカードの追加に関してはあまり考えておりません。というのもそんなにカードについては多数のアクセスがあるものとそんなに想定してないので例えば配布の場合だと考えなきゃいけないかもしれないんですけれどもコメント機能については頻繁にやり取りされるものだと考えていますのでサーバーで順番に流れてきてもそれをいちいち 更新を取ったりあるいはプッシュで取るようにして、えー、重なっても問題はないような実装にしておりますあのすごいいいと思いましたありがとうございますありがとうございます他に質問のある方はいらっしゃいませんか大変面白いアプリケーションだと思います発表ありがとうございます えっと、一つ気になった点はあの壁のサイズというのは今の,あのタブレットに対してあの見やすいサイズ選ばれてると思うんですけどもいろいろなものをたくさん貼りたいという時にはどういうふうな対処方法をお考えでおられるでしょうか。 カードについては拡大・縮小ができます。先ほど流れたかどうかで本当は紹介したかったんですけれどもで重なっている場合少しでも重なりずれがあれば後ろにあるものも選択できるようになっております。壁のサイズをスクロールしたりとか横に広げるということも考えられると思うんですけれどもえあのまあ今回の設計思想では大きさを固定することによって全体を一発で見れるというところを追求しております。 そのような実装はしませんでした。で、えっ、ー、とデザイン上あえてそういうふうな制限を設けておられるということですね。はい。ありがとうございます。ではこのあたりで質疑応答の時間を尽くやらせていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして、高校版ファイナリストによるプレゼンテーションをすべて終了いたします。